ジョアートジュニア使ってみた動画今回はですね、このスチュワートジュニアを使っていこうかなと、思っております。で、球威が、73、制球57、スタミナ73なんですけど、この鉄腕アトムが称号でチャレンジ出てしまったんで、制球がプラス3やったら C 乗ってたんですけど、うまいことちょっとね、乗らなかった感じですね。で、変化球なんですけど、ストレート、カットボール、パーカーブ、縦スライド、サークルチェンジで、ここね、スローカーブが、これ1。これがね、多分ね、打ち取れる必須やと思うんですよ、この位置が。で、視聴者さんも言ってたんですけど、このカットボールが、なんと、スライダーみたいな変化球になるみたいですので、今回このカットボールも交えて、このパワーカーブとちょっと織り交ぜて、ちょっとやっていきたいなと思います。ってことで、早速ね、このスチュワートジュニア、リアタイ、移っていきたいなと思います。では、リアタイ画面へ、レッツアゴー！あ、誰が来るかな、誰が来るかな、誰が来るかな、モサが来た。さあ、秋山さんよろしくお願いします。色白細見さんお願いします。どんな色白細見って。絶対チー牛やん。チー牛確定やろ。さあ、よろしくお願いします。相手がね、タイガースのリボン持ってるということで、早速ね、藤川球児が多分ね、裏いると思うんで、それを気をつけながらやっていきたいなと思います。さあ、いけ、スチュワートジュニア。さあ、伸びが5。いいぞ。これね、剛速球と伸びがついたら、ストレートがどんだけ曲がるかっていうのはあんまよくわからないですけど、とりあえず最初はパワーカーブからいこうか。とりあえずパワーカーブから、まずはしっかりレフト打たれていくー。まずはパワーカーブしっかり張られていました。もうなんかスライダーっぽいなカットボールっていうのを一回ちょっと投げてみようかなと、思います。内角しっかりここビタビタ、甘い。あ、でも確かに確かに、ちょっと待って、今わかった。確かに、あ、ほんまや、カットボールこれスライダーや。見て、ほら、スライダーじゃん。へぇー。ここベストピッチ投げて、ボール球になるんですよ、ここから。多分これ転がしてくれるんで、ありがとうございます。ゲッツ。無理かい。ちょっと待って。ランナーおらんやん、どんで？ちょっと、なんでランナーおらんの今。なんでランナーおらんの、牽制アウト無反応。あ、ごめん、牽制アウトなってた？ごめん、全く見てなかった今。全く見てなかった、お前。俺動画こう集中したらさ、ほんまこうなっちゃうよ。さあ、当然だから一番バッター佐々木まこっちゃんやっていきたいと思います。相手が秋山投手ということで、ツーシームストレートしっかり見ていく。さあ、まこっちゃん頼む。流して、うますぎる。素晴らしい。やっぱジュニアやな。ごめん、カズさん。ジュニア舐めてたわ、マジで。変化球、これ早めに。振るのが大事。はい、うまい。素晴らしい。さあ、1、2塁の場面で、しっかりここでクリちゃん回していく。で、クリちゃん、広角打法選球、一番ね、打ってます。30戦直近で多分ね、褒めたらあかんタイプ？褒めたらあかんタイプ？クリちゃん。クリちゃん褒めたらあかんタイプな。はい、これ。いけ、ゲッツやろ！ボケ！ここでストレート。外角高め。これ意外と刺さるんですよ。ほら、来た。やばい。パワーカー行こう。これベストピッチナイス。あ、いい球。あ、取れる。無理。やばい。完封キスになってきた。完封キスになってきた。で、ストレート投げる。あ、ベストピッチナイス。あ、内角高め。取れる。何してんねん、サード。で、ここ高めのパワーカーブ投げてたところにストレート。はいや、ありがとう。シナリオ通りの配球。うますぎる。ようやくワンアウト。ようやくワンアウトで。で、ここ、パワーカーブでしっかり落としていって。あ、打ってくる。あ、取れる。ジュニア160キロの送球。ここパワーカーブ、内角、バッチリかましていって、取れる、何してんねん、ここも。腕短っ。何やその腕の短さ。しまじろうか。で、ここカットボールからいこう。とりあえずカットボール。これ内角、OK、ナイス。ストレート、ジャストな。OK、大棒。嘘やろ。取れるって、うーって、気持ちいい、マジで。ローラースケート履いてます、はい、まず流して、うまい。で、ここでしっかりホームランが打てば、2対2のスーパー大逆転というものを見せていきたい。スプリットフォークの使い方な。はい、ありがとう。見えます。さあ、引っ張り警戒。流して、うまい。セカンド、お疲れ様でした。セカンド、お疲れ様。さっきから相手エラーポロポロしてる。さあ、今宮さん、ここ交代しよう。ごめん。なんと、ストライク入れることができない。さあ、しっかり狙っていった。さあ、危険止めろ。
マジで。もうやばいよ、マジで、糸井。おもろいの見してもらったわ、マジで。オッケーナイス、ナビロナビロ左中間ぶっ刺していくー、熱おー、ナイス、熱おー。はい、今のちょっと落ちたやろ、絶対。まだ出さん、まだ引きずるか。もう出してもええやろ、もう打たれるって絶対。さあ、ここ集中。はいはいはい、バチコリかましていかない。さあ集中。いやいやいや、聞いたー。まあ内角はしっかりね。通し、うわー、マッチ、あ、マッチ、あ、マッチ、おい、いけ、走れ、まあ、いて、もう守備か、もうもう、わこやで、いけ、泣いて、大丈夫、終わってるやん、守備、マジで。ほんまに阪神純正大丈夫、かわいそう。これでさ、もし相手さ、これほんまにここでホームラン打たれたらさ、ほんまもう終わるよな。抜ける、あっ、落ちた。しかもポテンっていう追い打ちをかけていく。流して、うわー、マジか。ここはしっかり内角ストレート、甘ストからいけ。おっ、いこうか、縦スライってボール球でよ、あ、ボール球、ほぐね。コントロールクソ悪いねんけど、大丈夫。そりゃ悪いわ、マジで。ボール球でええに打てねん、スチュワートジュニア。結構厳しいねん、マジで。で、ストレート、これボール球から入って。で、ここもう一回行こうか。ストレート、オッケー。ストレート、ストレート、ストレート。やばいやばい。俺は変えへんぞ。落ちない、さあ、ゲッツ、ゲッツじゃん、ゲッツ取れ。おらおら、ランナーおら、ランナー、何見てんねん、俺。何見てんねん、ランナーおらんから、ランナーおらん。さあ、中野さん交代。さあ、誰、誰、うわ、里出るや。これ、ここからパーカー行くわ。取れる、取れる、オッケー、でかっ。さあ、外角をやらな、忘れてた。あえて多分ね、引っ張るの、引っ張りのしかないから、多分ね、外角ね、パーカーブ投げたら多分いいんですよ、これ。引っ張るしか頭ないから、ほら。やばいやばい。やばいやばい、非常にやばい。で、ここで糸井さん、はい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 、出た糸井さん。エラー先ほど、ライトでさせていただきました、ありがとうございます。スタミナねえぜ、スタミナないからこそこのフォークボールが刺さる。フライ上げてくれ。あぶねえ、あぶねえ、マジで危な。ここで秋信か、これボール球でいいよ、制球いけるよ、受け取れる、うわ、惜しい、マジか。ちょっと待って、さあ、ベストピッチ。でかっ、ちょっとじゃん、160キロ、ピキョー、160キロ、ピキョー、160キロ、ピキョー、ありがとうございました。ナイス、大勢ありがとうございました。これがスチュワート・ジュリアです。ありがとうございました。